増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。日本でもここ数年聞かれるようになったブラックフライデーですが、アメリカでの様子はどのようになっているのでしょうか。そうですね、実はですね、まあ、今私がハワイですが、まあ、ロサンゼルスとかニューヨーク、あちらこちらの様子もテレビで、入ってきてるんですが、まあ、一言で言ってですね、ものすごいですね。ものすごいっていうのはですね、まあ、ハワイのショッピングセンターもそうなんですが、まあ、アラモアナショッピングセンターっていうのがあるんですが、もう大混雑ですね。まず第一、駐車場に車が置けないという状況なんですね。で、まあ、やっと置いてですね、ショッピングセンターに入るとどこもかしこも満員でですね、おまけに今入場制限っていうのをしてまして、まあ、スーパーなんかの場合ですと150名までとかですね、それからレストランなんかの場合は少しテーブルとテーブルの、まあ、間を置いてまして、普通の収容人数の半分ぐらい制限されてるんですが、まあ、そのせいもあってかですね、全部これ行列なんですね、もうレストランからショッピングセンターからそれからまあいろいろブティックの店とかあるんですけども、どこもかしこもですね、人が入れないとこういう状況なんですね。これはこの新型コロナの、まあ、ソーシャルディスタンシングっていうこの制限ですね、これがその起こる前、まあ、ですから、まあ、去年、ね、去年の状況と比べるとですね、今年の方がもうその混雑度はすごいですね。まあ、いわゆるその入場制限その他があるから混むというのは分かるんですが、まず第一にですね、駐車場に車が置けないっていうのはさすがに去年もですね、まあ、もちろん混みましたけども、去年もこういう状況ではなかったですね、ということはですね、まあ、いろいろハワイ州もそうですし、ロサンゼルスでもどこでも市長さんがですね、この、そのブラックフライデー、人が大勢出るということを、まあ、予測してですね、できるだけその出ないでくれと、まあ、ショッピングはできるだけオンラインでやってですね、わざわざ店に行かないようになんていうですね、まあ、事前にいろいろ、まあ、ワーニングっていうんですか、警告をですね、発していたんですが、まあ、蓋を開けてみるとですね、もうまるで、そういう、まあ、警告を無視したということで、その無視したのはまだいいんですが、去年よりもですね、ひどい人出っていうのは、去年より多い人出っていうのは、これなんか、皮肉っぽいっていうか、なんか不自然ですね、もうなんかやけになってですね、外出してるんじゃないかというふうに思いたくなるぐらいですね。で、道路状況、まあ、車ですけども普段混まないようなですね、いろいろその道もあるんですけども、ちょっと考えられないぐらい普段車が通らないところも車でいっぱいというですね、ちょっとなんか異常な感じがしましたね。これ、まあ、大げさに言ってるわけじゃないんですけども、本当にすごくてですね、実は昨日はショッピングセンターに、まあ、行く予定だったんですが、途中まで行ってですね、あんまりひどいんでもうやめて、帰ってきたんですが、もう店が閉まるギリギリぐらいの遅い時間行って、やっと、まあ、店に入れたというような状況ですね。ハワイだけかと思ったらですね、もうニューヨークもサンフランシスコもロサンゼルスもですね、どこもかしこもこういう状況だったと。でテレビでも言ってましたけども、アメリカの国民はこの
今回 の, そのコロナのことについてですね、まあ、州政府あるいはそれぞれの町の市長さん、ですからまあザバナ、まあ、日本でいえば知事さんですね、知事さんとか、それから市長さんがですね、まあ、声を枯らしてっていうんでしょうか、一生懸命ですね、その注意を促したんですけど、まあ、実際にこの見るとですね、誰一人として、その注意に耳を貸さないでですね、それどころかですね、むしろなんか反抗してですね、行くなって言うから行ってやるみたいなですね、そんな雰囲気すら感じられるという、そんな感じでしたね。まあ日本ではそういうことは考えられないことでしょうけど、まあアメリカっていうのはそういう点においてもですね、日本と少し違うということなんでしょうかね。まあこの後いろいろ感染の情報がですね、だんだんと出てくることになると思いますけども、おそらく市長さんや知事さんが心配しているような結果がですね、これからどんどん出てくるということになると思いますね。おそらく感染数がですね、飛び上がるということですね、これから増えると思いますね。まあ、幸い12月からこのワクチンが、このファイバーという会社のですね、ワクチンが緊急許可を申請してますから、まあ、日本でいう厚生省がここで許可が下りればですね、まあ12月の10日あたりからこの、まあ、お年寄りとかを中心にまず最初にですね、ワクチンが投与されるという話なんですが、まあこれ別に私の意見とか何でもないんですが、いろいろ専門家の方に聞いてみるとですね、まあ聞くことは聞くんでしょうけども、この聞く期間がですね、短いということを言ってましたね。ですからまあ、聞くことは聞くんでしょうけども、長持ちしないということがあるので、またこれもいろいろ問題になってくると思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、いくらワクチンを打ってもですね、その効果は現には一応限界がありますし、それよりも何よりもですね、まあ、人間というか人がですね、全くそういう忠告に耳を貸さないというんではですね、いつまでたっても新型コロナと人間のいたちごっこがですね、続いていくということだと思いますね。幸い、まあ、日本の場合はアメリカと比べて感染数も犠牲者の数もですね、桁違いに、まあ、小さいわけですから、まあ大変大変といってもですね、アメリカに比べると数の上ではですね、まあ、まあ、アメリカから言わせればですが、大したことはないんですが、まあ、それにしてもですね、まあ、これを機会にですね、まあ、アメリカの人は、言うことを聞かないんだと。だから、日本はですね、アメリカと違うんだということで、日本はこんなに、きちっとですね、社会の規律、そして、すべきことは、きっと、持ってやるとしてはいけないことはやらないというですね、模範的なこの姿を、ね、映像で、アメリカの人に見せてあげたらいいと思いますね。いくら上から言ってもですね、市長さん、市さんがいくら言ってもですね、全く効果がないわけですから、まあ、いくらなんでも、日本ではこうなんだと言われると多少恥ずかしいと思うところもあるんではないでしょうかね。まあ、こうなったらですね、日本が一つのモデルとなって、アメリカにどんどんとこの映像でも送るようにですね、やることがアメリカのためになるんではないかななんて思っている次第であります。増田先生ありがとうございます。はい。